本が出ますと。本が出ます、はいはい、参政党の、はい、ボードメンバー5人で作った本が発売されると、はい、どういうことを方向性として考えているのかっていうのを皆さんに知ってもらわないといけないと思っていて、まあ、まずその政策をこれから党員の方々がまとめていっていただくんですけど、うん、その土台となる部分の議論がまあ全部載っていると、うん、皆さんこんにちは、神谷総平です。今回は CGS のまとめページがリニューアルされましたので、そちらの方をご案内したいと思います。 CGS は2013年に番組を配信してからもう合計ですね3000本以上の動画をアップしてきました。それぞれのカテゴリーに分けて今まで表示するということをしてませんでしたので、一個一個見ていくのが大変だということ、それから番組の内容を見ないとですねどういった概要か分からないというような声をいただいておりましたので、今回はそれぞれのジャンルに分けて、またそれぞれの先生方の講義をですね解説したページもつけて動画の一覧を作っております。リンクはですね説明欄の方に貼ってありますので、そちらの方から飛んでいただいて、ぜひ CGS の番組過去のものから遡ってご覧いただければというふうに思います。CGS をご覧の皆様、こんにちは。亀宗平です。本日も目から鱗の江戸時代をお送りしていきたいと思います。小正凪さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。します、まあ、前回の文学の話、非常に面白くてですね、はい、改めて知ってるんですけどね、近松門左衛門とかも、名前は知ってるんですけど、作品ちゃんと読んでないし、まあなんかこう、ね、こう、中学校の時の歴史の教科書に名前だけ出てきて、江戸の代表的な文化人として覚えてくださいよ、ぐらいの。そんなねことぐらいしかやりませんでしたけど、まあね、具体的にちょっと踏み込んだお話聞くと、やっぱりなんか読んでみたいなというふうに思えたので、うんうん、なんかこういうことをちゃんと教養としてね持っといたらいいなと思いながら前回聞いたんですが、今日もそれと同じような思いでですね、浮世絵と版画というテーマで聞いていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。僕らがこう高校時代だったかな、美術の授業でね、はい、美術の先生が言ってたのが、西洋絵画っていうのは遠近法がちゃんとしてると、はい、ところが日本のその昔の古い絵を見てみると、はい、例えば安藤広重とかね、うん、富国百景とかあるじゃないですか、はい、遠近法が全然使われてない、はい、それだけな日本ってのは遅れていたんだと、はい、いうふうに教わりました。はところがよくよく考えてみますとね、日本の絵画っていうのはなるほど遠近法ない、はい、西洋遠近法がある、うん、つまり一点から見た時の様子が絵に描かれてるわけですね、はい、それ何かというと絵を見るのは一人なんですね、はい、つまり王様、うん、王様のためにお金をもらった絵師たちが絵を描いてる、はい、だから宗教画なんかでこう天井に描いてあるような絵なんかっていうのは、はい、遠近法を使われてなかったりします、はいはい、これはその宗教施設に来た人が天井を見上げた時に見る絵ですから、はいはい、遠近法は特にないぐらいの話で、うん、遠近法が使われている絵はなぜかといえば王様のための絵だから、はい、ところが日本の絵画っていうのは遠近法が使われていない、うん、なぜかといえばそれはみんなが見て楽しむものだから、はい、特に特徴的なのが絵巻物、はい、絵巻物はずらっと巻物を解くとずっとこうね絵が描いてある、はい、でどこのポジションを見ても常に自分が正面にいるわけです、うん、でこれを変形したものがスーパーマリオブラザーズ。そうですね。テレッテッテレッテってやつですね。ですよね、はい、まさに横スクロール型。そうですね。あれはだから日本の絵巻物そのものですね。でそういう、しかもその絵巻物やあるいはその一枚の絵画、はい、これが印刷物としてさらに印刷物であってさらにフルカラーで、はい、この印刷物が、うん、売られていた、はい、非常に安い金額で売られていて庶民がそれを買って楽しんでいた、うん、で実は日本製の陶器、はい、瀬戸物とかね、はい、
あれが真っ白じゃないですか、うん、であれが西洋で非常にこう評判が良くて、はい、日本から西洋に随分輸出されていたんですね、うん、でその時に割れ物ですから、はい、今だったら古新聞とか発泡スチロールなんか周り詰めるんですけど、はい、昔は古新聞がないので、ないですよね、読み終わった瓦版、はい、とか、はい、あるいはもう必要なくなった浮世絵が、うん、ちょっと失敗したやつとかね、そう、はい、あれが要するに瀬戸物が割れないように包み紙になってたと、なってた、はい、でそれがヨーロッパに出荷される、はい、ヨーロッパでは、まあ、当然その瀬戸物は高い値段で売れますけれども、はい、別にこれゴミですから、はい、そのものを捨てられる、はい、その捨てられるものの中にフルカラーの絵画がある、はい、っていうことから実は日本の浮世絵がヨーロッパで大変大きく評価されるわけです、はい、でその絵を見ると、はい、ヨーロッパの絵師たちというのは常にキリスト教の教会からか、あるいは政治権力者から命令されてお金をもらって言われた通りの絵を描く、はい、そうですね、ところがその日本から やってきたものの、うん、その、ま、くしゃくしゃと丸まっている絵をね、はい、広げてみると絵師が自分の好きな思いでそれを描いて、うん、はい、まあ、典型的なのがこの大波ですよね、はい、波の絵なんかもそうですよね、うん、こんな波なんて世の中に存在しない、はい、それその絵師のイメージ、はい、印象をそのまま絵にしてる、はい、でそれを一般のその一人の貴族のためにその絵を描くわけじゃなくて、はい、そのそういう印象を絵にしてそれをさらに版画にすることによって一般の庶民に売る、一枚の値段は安い、はい、だからそれこそ瀬戸物の、間に挟むようなものに、はい、に使われてもいいぐらいのものなんだけども、うん、でもそれによって絵師たちがちゃんとおまんま食うことができる、はい、これがヨーロッパでものすごい衝撃を受けたんですね、はい、でそこから生まれたのが、まあ、モネとかですね、うん、マネとか、うん、ああいう印象派の画家たちであり、はい、今有名なところではゴッホ、はい、で、まあ、ゴッホの絵が今フリップに出てるという、うん、そういうつながりになってくるわけなんですけど、はい、このゴッホは、とにかく日本の絵画にびっくりした、はい、その一人なんですね。そうですね。でこのゴッホっていう人の絵の描き方っていうのは非常に面白くてですね、うん、これプリコラージュっていうんですけれども、まあ、次のフリップにひまわりがありますが、はい、これ一枚何うん十億するものすごい高い値段がついてるらしいんですが、ゴッホはこの美しいひまわりを描きたいと思ってこの絵を描いたんじゃないって言うんです。うん、美しい絵を描こうと思っていろいろ絵の具キャンバスの上で絵の具を塗ったくったりひったくったりしていたら結果としてこのひまわりができてしまった、はい、つまり今この瞬間に努力をすることによって結果としてこういう美しい絵が出来上がる、はい、まあ、そういうことをやってるわけです、うん、その結果として美しい絵を残すためにはどうしたらいいか、はい、で日頃から絵の練習をするしかない、うん、その練習をどうやってやるか、日本の浮世絵を真似しようと、はいはい、いうことで次のフリップになります、うん、だからこれ全部5個なんですよ、はい、でちゃんと日本語の真似して、ずいぶんやっぱりまあ外国人がにこれが多分文字だろうと思って書いてるわけですから、はい、なんだか何書いてあるのかよく分かんない、うん、これ僕本物見に行きましたもん、オランダまで、はい、本当に、はい、もうちゃんとですね周りに書いてある文字まで、模写して、はい、で、再現しようとしてるわけですね、うん、でこうやって一生懸命努力をしていた。真ん中のフリップの真ん中のですね、はい、この鯉の絵のね、はい、上にある水道橋駿河台なんてね、うん、これ見事なもんですよ、こんな形で、ね、模写しちゃうんだから、はい、やっぱり手先器用だったんでしょうね、うん、素晴らしいと思います、はい、でこういうふうにそのフルカラーでしかも印刷をする、はい、フルカラーの印刷がもうこの時代にそもそもあったってことですね、はい、でそれを模写する、模写することによってヨーロッパにでものすごく大きな絵画に、はい、ヨーロッパの絵画界にものすごく大きなインパクトを日本の浮世絵は与えたという、はい、これまず押さえるべきポイントの一つだと思います、はい、でさらに次のフリップになりますけれども、これは日本の浮世絵をですね、の浮世絵の女性をゴッホが真似たものなんですが、はい、うん、はい、まあ、顔つき見ると日本の浮世絵の方がちょっと綺麗で美しいかなと、はい、キツネみたいなですね、ゴッホの方は、はい、また日本の浮世絵の場合ですね、着物の柄なんて全部一筆で描くんですよね、はい、重ね塗りができないから、はい、まあ、それを一生懸命重ね塗りをしながらゴッホは描いていたというのが、まあ、この努力の跡がこの絵からは伺われたりするかと思います、はい、で次のフリップに行きます、はい、これがまあ有名な葛飾北斎の神奈川沖の、波の裏ですね、はい、うん、もう大変有名な絵で必ずどっかで見たことあると思います、はい、まあ、それが駿河湾とか神奈川県沖でこんな波ないですよ、ね、でこんな波があったら船出れないですよ、はい、でもそれをこう描く、はい、でその
波間にこう、うん、揺られるね船、豪快に揺られるその船の様子を描いていく、はい、ただ絵から想像はできますよね、はい、あのあ海の旅っていうのは結構もう板子一枚下はもう地獄の底だと言われる、うん、そんな風なもんなんだなっていうことも分かるし、それから美しいっていうものも感じることができる、はい、それから波のこの先っちょを見ますとね、なんかこう人間の手がうわーっといっぱい来てるようなね、はいはい、そういうような描き方をしています、うん、波をただ物体として捉えてるんではなくて波をそのまま人格視してる、はい、というのがこの絵からも見て取ることができるんだな、うん、しかもこれ比率がねすごいらしいですよ。この手前の波と富士山の比率とか、はい、全部相似性になってて黄金比率で全部作ってあるそうです。あ、はい、だからそれを計算してやったのか、まあ、葛飾北斎が、まあ、そういう風なセンスを持っていたのかあれなんですけど、こう手前のこの波富士山に見えますよね、山に見えますよね、はい、これとこれの比率とかも全部黄金比率なんですね。お、はい、そういうのもなんか研究してる人がいて、ほらすごい絵だっつって、まあ、世界に影響を与えて100人に選ばれたというようなことらしいですね、はい、まさに大きな影響を与えたわけですよね、はい、もう一枚の絵、これが安藤博重ですね、はいはい、安藤博重といえば東海道五十三次の絵なんかが有名だったりしますけども、はい、うん、こちらでご紹介したのは御成川五本松というね、はい、あの江戸の御成川にあった、はい、まあ、あの五本の松がこう並んでるところがあって、はい、どっかで聞いたような顔の名前ですね。どっかで聞いたような顔の名前ですね、はい、私は存じ上げないですけども、まあ、ちょっと嬉しいなと思ってこの絵にしました。あ、なるほどなるほど、まあ、普通だったら東海道五十三次の、ね、はい、絵にするんですけれども、うん、これもですね、あの松の枝をご覧いただきますと、はい、ちゃんと養生してある姿が分かると思います、ね、うん、植物をこうやって、ちゃんとですね、はい、あの人間が手を入れてで、植物は植物なりに、ひっくり返ったりすることがないようにですね、はい、ちゃんと支えていく、うん、松は松で大しい植物ではあるわけですけども、はい、それをさらに人が補強していくということで、人と自然が共存していく、そういう姿勢というものをこの絵の中から見て取ることができるんだなかろうかと思います。そうですね、東海道五十三次、はい、僕全部見たことあるんですけど、はい、やっぱりあれ見ていくとなんかその宿場町の様子とか当時の人々の暮らしとかそういうのがなんかこう見て取れますよね。そうですよね、だから決してなんか尾崎さんがおっしゃってるようななんかこう江戸時代暗黒時代でなんていうのはあれを見る限りは全く感じないですよね。うん、よくこれだけも交通もきっちりと整備したよねとか女の人とかも一人でね旅とかできるぐらい安全だったんだろうなとか、はいはいはい、いろんなことがやっぱ絵からね、あの読み取れるので、うん、なんかああいうのもねもっともっとなんか積極的に日本人が学べばいいのになと思いながら僕はもういい年になってから見てましたけど、あの小学校の時にねなんかふりかけかなんかの付録に、はい、こうあの紙の東海道五十三次のこうカードが入ってて、それをあの一生懸命コレクションで集めて、はい、なかなかねあの53枚集まらないんですよ、うん、それをねずっとこう時間かけて、あ、これ10枚やけどこれ1枚しかないなとか、ね、はい、いうので一生懸命集めた記憶があります、うん、あのどの絵も本当に素晴らしいし、はい、人々の暮らしっていうものがこう人々の暮らしの躍動感が伝わってくる、うん、多分その記憶があるから江戸時代の貧農士官みたいなものに僕は染まらずに済んだんじゃないかなと思う、はい、なるほど、はい、うん、そうですね、やっぱテレビだけ見てるとどうしてもねあれですし、で学校で士農工商の身分制度があってなんか農民は虐げられてたんだみたいなことを聞いてしまうとね、うん、そういうイメージに僕もなってましたけど、まあ、未だになんか身分制度がっていう方たくさんいらっしゃいますけど、まあ、しょうがないですよね、学校でそういうふうに教わってしまってるから。いやで僕はねもうこの CGS でも尾崎さんにいっぱい聞いててですね、いや違うんですよと、下手とか貧人って言われる人たちも結構金持ってたんですよというような話とかするとですねえってなってですね、え本当っつって、うん、あのそういう話もたくさん出るんで、あとねこういう浮世絵の話とかやっぱり、まあ、このシリーズね僕はあの依頼して作っていただいてるんですけど、まあ、こういうのをね皆さん全部見ていただいた時に何か気づくことがあると思うので、うんうん、なんかそれそういうなんていうかな、もう明治以降だと思うんですけど、日本人ってなんか外に答えを求めようとして、まあ、あの西洋に追いつけ追い越せみたいなのやってきたんですけど、今もうモデルのない時代に入ってきてますのでね、だからそういった時に、まあ、自分らで考えるんですけど、その時に立ち返る場所って僕は西洋じゃなくて日本だと思っていて、うん、
この江戸時代のいろんなこう、まあ、リサイクルのね、まあ、SDGs と言ってもいいですけどとか、あとそういう文化の発展とか教育の在り方とかそういうものってね、なんか本当に今の現代の令和の我々がですね学ぶことたくさんあると思ってるんで、決して歴史を学んでるっていう感覚ではなくて、未来を考えるために何か江戸時代にヒントがないかなというふうな視点で私はお話を聞かせていただいてるんですけども、まあ、次回がまさにその教育の話なんですよね、はいはい、ですね、はい、はい、次回が江戸の数学ということで、まあ、和算って言われるようなね、和算っていうのかな、はい、ところを聞いていきたいと思います。関隆和さんの話ですね、はい、はい、で今日は浮世絵でまとめたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。